私知れなくて、ここ歩いて最後川の中入ってやっとたどり着いたんですけど、なんということはない、ここに道があってですね、楽にたどり着けましたので、可愛いや。可愛い。撮りたい。ターボ。おお、これちょっと過酷だな。綱渡り人生はい、はい、はい、この左に大量に水が流れてるのが、これが原尻の滝があるとこへんの棚田を潤す、いいかな、はい、原尻 の、 あの平野の部分じゃなくて、その上の方の棚田に水が流れてます。でこちらは今から下っていく辻柄の石黒のとこへんの長瀬橋とかあるとこへんの集落の棚田を潤すか、稲積水中恐竜だね。
うお。どこだ。うお。全部数えました。150箇所。そのうちの一つです。はい。行くなよ、行くなよ。なあ、知らんでな。うん。そのまま行って。うお。つけか。おお。あ、パンツが濡れてやめ。丸川の水はなんと最後尾形下井戸にまた全て取り込まれてしまうということですね。だから、いかに、頑張ってですね、あちこちの水を使って棚田を潤して、その最後の水を今度尾形盆地を潤すために使うというね、非常に効率のいいシステムが出来上がってしまうということですね。赤石垣って石垣を組んでるのがさっき見えたと思います。ではここは何でしょうか。石垣でしょうか。このトンネル、これ自然の岩なんですね。で、自然の岩をこうズバリ言うと掘り抜いてトンネルを人工的に作る。石垣がなかなか見えません。変だなと思って、あの鎌でゴリゴリやったらこんな状態です。おー、はい。で、ご近所にお住まいの方、平成14年から住んでらしたけど、石垣あるのは気づかなかったというぐらいですね。うん、長年草刈ってないみたいです。